東京都知事は日本の東京都の市長たる特別職の地方公務員。略称は都知事。第二次世界大戦中の1943年に東京府と東京市の統合によって誕生した東京都の市長職である東京都長官が設置され、戦争終結後の1947年に地方自治法の施行により現在の名称に変更された。 東京都知事は東京都の市長であり、東京都知事の立候補者の中から東京都に住所を持つ有権者の投票により選出される。通常、自身の補佐役となる東京都副知事を選び任命する。県能については他の道府県知事の地位と職務と同様、広域行政と市町村の事務の一部を干渉している。東京都の前身である東京府は大阪府、 京都府と同格であったが、東京都はカナダの休治領であるトロントドミニオンに習って制定され、地方自治法上は他の県と同格でありつつも、制度の運用面において特別な扱いを講じた自治体である。東京市の行政区は東京都の発足とともに東京都の行政区となるが、1947年に22区、さらに23区に再編され、 同年の地方自治法の施行により特別、地方公共団体である東京特別区となった。これにより、制度上は東京市という名称で一体として統治される都市は消滅し、都市としての自治権は各区へ移管、移譲されたことになる。1943年から1947年の東京都制による東京都の主張は感染の東京都長官であり、 閣議に出席することもできた。現在でもその名残があり、知事の給与は国務大臣とほぼ同額である。小池百合子の就任後は給与が半減し年収は全国の知事で最小となった。東京都は日本の首都であり、人口規模、経済規模が大きく、都の政策は国政にも影響を及ぼすことがあるため、その主張たる東京都知事は全国的な影響力を持つ。 そのため、都知事は他の道府県知事に増して注視される存在であり、選挙の際には候補者とその公約などが注目される。47都道府県の知事で組織する団体である。全国知事会においても特に発言力が強い。また、内閣総理大臣やその他の国務大臣と同様警視庁警備部警護課のセキュリティポリスが警護につき、自宅、別荘には、 ポリスボックスが設置される。休日を除く毎週金曜日に、都知事の定例記者会見が行われており、記者から都政を中心として様々な質問が行われ、都知事がそれに即答する様子が公開されている。この模様は、東京都のウェブサイトや、東京都のテレビ局である、東京メトロポリタンテレビジョンなどで生放送されるほか、過去の文はインターネット上に公開されており、 市長可能である。他の国も同様で、例えばフランスでもパリの市長は特に大きな影響力を持っている。知事給与半減条例を可決と議会委員会13日成立へ年収全国最小にと知事定例会見知事の記者会見。ありがとうございます。